この何気ない彼女とのひとときに信じられないものが映り込んでいる。もう一度見ていただきたい。早すぎたよ今。結構よく見えますよ。茨城県を走るこの路線は飛び込み自殺が多いことでも知られているのだ。ああなんだ今の。スローでもう一度。お分かりになったであろう。ちょっと寒気しの。うつむいた少女らしきものが窓の向こうに立っているのだ。しかもその姿はおぼろげに景色が透けているのが確認できる。果たしてこれは。